今日もご視聴いただき、ありがとうございます。今日は、急激に運勢が変わることを知らせる、サインとも言える現象のお話をします。昔から、チャンスの女神には前髪しかない、という話を知っていますか？女神なのに前髪しかないというのは、不自然だと思っていましたが、調べてみると間違いだったのです。ギリシャ神話ではカイロスという神様がおられ、チャンスの神様でした。カイロスを描いた絵画を見ると、確かに前髪しかありません。しかし、決定的に違うのは男性の神様なのです。おそらく、ローマ神話のフォルトゥナという幸運の女神と混同され、今に伝わっていると思われます。フォルトゥナには、当然後ろ髪があります。なぜ、そのような間違いが通用しているかというと、やはり幸運のチャンスというのは、発見した時につかまないと逃してしまうということを、伝えるのに便利だったからでしょう。いくら努力をしても報われないと思っていると、本当にチャンスは突然に訪れます。そして、その時に何をするかが決まっていないと、チャンスを逃がしてしまいます。また、人生好転のサインを不幸のサインと間違いやすいこともありますので、間違いをしないように最後までご覧ください。運勢激変のサイン。一番目は、いきなりですが、不幸な出来事が連続します。お思いでしょうが、幸運ではありません。不幸な出来事です。神様が意地悪というわけではなく、次に来る幸運をしっかり捕まえるのに必要な考えや覚悟を学ばせようと、不幸を乗り越える試練を課しているのです。人が一番成長するのは困難にぶつかった時です。ですから、不幸と思われることが起こるのです。苦があるから楽がわかる。悲しみがあるから喜びも大きくなる。ネガティブな考えでいるとチャンスを見逃します。不幸だと嘆くことよりも、不幸や困難を乗り越えようとするパワーが、幸運をつかむのです。夜明け前が一番暗いという言葉があります。実際には一番寒いというのはわかりますが、一番暗いというのは少し疑問ですが、幸運の神様の話と同じように、このサインを伝えるのに便利なのだと思います。運勢激変のサイン。2番目は、シンクロニシティという、偶然の一致が頻繁に起こります。心理学者ユングが、意味ある偶然、シンクロニシティと定義しました。簡単に言えば、あなたが思っていたことが偶然叶うということです。あの人に連絡しなくっちゃと思っていたら、相手の人から連絡があった。電車を乗り遅れたら、会いたいと思っていた人と会えた。LINE を送ったのに返事がないと思っていたら、偶然、道で出会って、LINE の発信ミスで連絡できてなかったことが分かったとかいうことなどがシンクロニシティの一例です。それはあなたのエネルギーが充実している時や前向きに進んでいる時に起こります。あなたの進んでいる方向に間違いはないという知らせです。また、エンジェルナンバーというゾロ目の数字を見たりもします。エンジェルナンバーも1や2など、ゾロ目になる数字によっても意味が違います。興味のある方は調べてみてください。車のナンバープレートだったり、時計の文字だったり、ふと目につくことがあります。それも、あなたの運勢が上昇する時が近づいています。というお知らせです。楽しみに待っていてくださいね。運勢激変のサイン。3番目は、とても眠くなるということです。睡眠不足で眠たくなるのはわかるのですが、寝ても寝ても眠くなることがあります。
それはあなたの中で大きな変化が起きているからです。潜在意識があなたの運勢が上昇する準備をしているのです。運勢が上昇すればステージが上がり、あなたの周りの環境も人間関係も変化します。そのために準備することがたくさんあり、大量のエネルギーが消費されるとともに、次へのエネルギーを蓄積します。その影響で、あなたは睡眠をとっているのに眠たくなるのです。そのような時は、逆らわずに十分睡眠をとって休んでください。あなたの運勢が上昇する時が近いのですから、無理して疲れては何にもなりません。くれぐれも無理をしないでください。運勢激変のサイン。4番目は、怖い夢です。夢にはいろいろな夢があり、原因もいろいろあります。寝具の影響で悪い夢を見ることもありますし、たまたま寝ている姿勢が悪いこともあります。ストレスから悪い夢を見ることもあります。身体もストレスもなく、寝具も問題ないのに、とても鮮明な怖い夢を見るときは、良い知らせかもしれません。意外ですが、拳銃で撃たれたり、恐ろしいものに襲われたりして殺される夢は、あなたが生まれ変わることを示し、運勢が良くなる知らせです。また、地震もそうです。小さな地震なら小さな変化、大きな地震なら大きな変化が起こると言われています。夢のことを心配しないで、変化に備えて心の準備をしてください。ご心配な場合は夢占いを調べてみてください。運勢激変のサイン。5番目は、仲の良かった人と疎遠になります。今までよく話をしたり、食事をしていた人との関係との付き合いがなくなったり、相手が突然離れていったりします。それまで楽しく付き合っていたのですが、あなたのステージが上がり始めると、あなたの精神的ステージも上がりますので、話が合わなくなって疎遠になります。お分かりのように、あなたのステージが上がっているので、それが自然な流れなので深追いをしないでください。一時的に寂しくなっても、あなたのステージに合った人間関係が出来上がります。出会いも別れも、あなたのその時の状況を表しています。あなたの心が信じる方向へ進んでいってください。以上、5つお話ししましたが、このようなチャンスを見逃さないようにしてください。そして、あなたがどのようになりたいか、何をしたいのかをじっくり考えて、チャンスが訪れた時に備えて、ワクワクしながら、あなたのするべきことを練ってみてください。あなたの運勢が急上昇するようにお祈りいたします。